スポーン、ポーン。3、2、1。はい、どうもこんばんは、はい、夜のどうもこんばんは、ナイトのお時間でございます。立花祐介です。 AD 武田でございます。あー、よかったよかった。竹山修平です。どうも、いやー、金曜日のね、夜がやってきましたよ。もうこの時間だなーっていうのはね、皆さんもちょっと待ってるかなと思いますけれどもね。あれ、どうしたんですか、立花さん。はい、なんですか。なんか声が届いてこないですけど。声が届いてこない。全然なんか声が遅れてくるぐらいの。声が遅れてますか。大丈夫ですか。声が確かにね。どうしたんですか。はい、なんかガラガラってる気がするんですけど、僕の知ってる立花祐介さんじゃない。ああ、音声の不具合ですか。あ、これは、はい、ですか。マイクチェックをしてください。マイクチェックしてください。マイクチェック、マイクチェック、ワンツー、ワンツー、ワンツー、マイクチェック、ワンツー。しっかり枯れてますね。しっかり枯れておりますよ、これ。金曜日話しすぎちゃいました。どうしたんでしょうね。どうしたんでしょうね。夢叶えたかじゃないの。夢を叶えてきたんですけど、ワンステージ目の終盤あたりから少しずつ声が枯れ始め、今日はね、まあ、なんとか持ちこたえました。珍しいね、花さん。そうなんですよ。あれですか、カラオケ行き過ぎちゃったみたいな感じですか。カラオケ行き過ぎてないの。カラオケ行ってない。カラオケ行ってないの、これ。いや、珍しいですね、そんな。本当にね、僕もびっくりしたんですけど、まあ、稽古を前日にね、やったんですよ。稽古の人、はい、稽古やって、でも、移動して、で、次の日立て込んで、本番やって、で、今日また本番やって帰ってきたんですけど、ほうほう。稽古終わりに、タバコ吸った時にキュンってなって、ああれ、うん、なんですよ。タバコキュンってなるんですか。これで、昨日お芝居やったらちょっとね、もうね、途中から枯れ始め、昨日は大丈夫やったんですけど、昨日またあれなんですよね、ちょっとね、飲みに行っちゃいまして。なるほどね。何してるんだ。ご年配のもう80に近い先輩からね、それこそ蜷川幸雄さんのそのシニア劇団に行ってくれたような大先輩からですね、まあ大体大先輩なんですけど、もう60、もう関西の新劇のね、なんか昔からいらっしゃるような方がいっぱい、重鎮ですわな、いる中で、まあ飲みに行きますかっていう話になりました。ああ、それはもうね、なかなかない機会なんで、ぜひと思いまして行って、おもうね、その席でどんどんね、声がなくなっていくんですよ。それ翌日本番を心配されたんじゃないんですか。まあ大丈夫だ、心配されながらも、まあね、アルコール消毒だなんて言いながらね。それ昭和の人が言うやつや。ダメなやつ。まあでも、あ、そうですか。飲んでないんです、ほとんど。あ、なるほど。最初の一杯飲んで、あとはもう緑茶ありますかって言ったら、ウーロン茶しかないですって言われて、やばいやばいやばいってなって、もうウーロン茶は、ね、逆にね、そう、油を持ってくんでね、あったかいお茶だけを飲みましてね。ああ、そうですか。で、最後一杯だけちょっと、芋の水割りはいただいたんですけど、ボトルでしっかりいただいてるじゃないですか。しっかりいただいてるじゃないかと。まだまだ、でもすぐ買いましたよ、これ。おー、龍角さん、やばいと思って、もう帰りのね、コンビニでバッとこれをもう買ってずっと舐めてね。昨日の夜から、もう昨日飲みの席を離れてから本番終わるまでは、もうタバコ禁止。おー、なるほど。で、昨日、雨ばっかり舐めて、なんとか、遅いぐらいだけど、ね、やっぱね、その舞台はなんとか、バレずに。いや、バレバレですよね、そりゃ。
バレバレです。バレバレですか、はい、ダメじゃないですか。何がバレバレっていうと、僕が登場する前にね、まあ、うん、あの夢を叶えるの像のガネーシャをやってるんですけれども、うん、僕が登場する前に、はいはい、このラジカセ、平成の半ばぐらいの話なんで、これラジカセがあってね、ラジカセからね、なんか僕の声が聞こえてくるんですよ。ほうほうほう、それは事前に録音したものが、そうその声がね、やっぱりあ一番いい時の声なんでね。はい、それが出てきてね、バーンってタンス、押し入れの中からバーンって出てきてね、ヘイって言ったら声枯れてるんですよ。よっぽど楽しいことがあったんやろうな、タンスの中でな。いやもう大変。一応ね、そのガネーシャ、インドからの生放送とかって言うてるんでね、うん、そのラジオ番組の中で。だからまあインドから来る途中にちょっといろいろあったんでしょうね。そう、まあでもその何ですか、声が枯れることによってその役作りというかね、こう一気にこう貫禄が出てくるみたいな、はい、そんな演出でごまかすみたいな、ね、貫禄って言ったらダメなんですよ、うん、軽薄じゃないとダメなの、ガネーシャは。あ、軽薄、ああそうか、ちょっとね、ある程度軽薄じゃないと落ち着いちゃダメなのよ、キャラクターとして。ダメなんですか。だからもうこの声の中でもこうはしゃいではしゃいでね、うん、はしゃぎばはしゃぐほど声は枯れていくわけですよ。あ、いやもう大変でね。あ、ちょっと苦しかったですね。いや、アルバートの時なんかね、ゴステやって全然大丈夫だったのにね、うん、なんだこれはと思って、やっぱりね。いやでも本当に、まあ、長年はい、見ておりますけど、なかなかないんじゃないですか、声枯れるって。だやっぱね、本番中はね、ニコチンタールが入ってるやつはダメだっていう。ネオシーダ、本番中はネオシーダだっていうね。これはもうこのコロナ禍のおかげで分かったことですよね。あ、それはあまり微妙でしたね。コロナ禍はなしです。まあまあそんな感じで。何が？今日はこんな勝山さん。勝山さん。どれだけこう引き潮なんですか。いやー、なんかずっと喋ってんなーと思って。枯れてる、僕が一番喋ってるわけですよ。枯れてても頑張るぞ、うん、無理と喋んなくていいのね、うん、そうですよ、ね、次の本番は近いんですか、はい、大丈夫ですか。来週水曜日です。おー、じゃあちょっと今日はじゃあゆっくり、ね、うん、そう、パントマイムでちょっと表現していただいて、僕とこう勝山さんで喋りますから、こう面白い顔だけしといてもらってね。まあまあでもね、いろんなことあった1週間でしたけども、勝山さんもね、先週は、ご参加いただいて、途中で勝山さんがいなくなってからね、ちょっと大変だったっていうね。はい、なんかあったんですか。いや、あの偉人の名言クイズの途中でこう一旦ね、ああそう、去りました、はいはい、はい、だったんですけど、もうあれから大変でしたよ。大変でしたか。二人になってからこうぐだっとこう、まあまあぐだぐちゃっと、もうぐちゃっとしたようなね、番組終了後みたいな感じでね、いやー疲れたねーみたいなトーンでしたよ。どうなりましたね。なるほど。うん。ここなんかあったんですか、武田さんは。この1週間で、今週ですか。まあ今週はまあ、うん、そうだな、何にもなかったっちゃ何にもなかったですね。今週なんかあったかな。うん、いや本当ね、最近は日々こう過ごして、ただ次の日を迎え、あ、健康診断というのを受けましたね。いいな、いいなってなんですか。いいなって僕ね、健康診断、人間ドックね、うん、無料で受けれるやつがね、うん、そんなチケットあるんですか。人間ドックってそこそこしますよ。大阪市民の人は、何年かに1回あるんですよ。ああそうですか。人間ドック、1日人間ドックを年に1回だけ、うん、そのまあ、大阪市民40歳以上は1万4000とかかなでかかれるんですけど、何年か多少安くいけるよと、無料で受けれるやつ、無料で、
それが来て僕は大阪市民じゃなくなったんですよ。あらここに引っ越しちゃった。そうだ、引っ越しちゃった。あらあらあら。ではね、また人間ドックを受けるねチャンスを逃してしまいました。うんあのなかなかねあのお金かかりますか。なんか良かったんですか。うん、え、何ですか何ですか。何も異常なかったんですか。いや、ちょまだわかんないですよ。まだあの水曜日に受けて、まあおしっことか取って、血とか抜いて、うん、まあまあ人間ドックほどね、うん、しっかりやらないんですよ。簡易的なやつなんでね、まだわかんないですよ。結果っていつ頃分かるの。多分ね、2、3週間かかるんじゃないですか。もう最近はそのそんなにかかるの。中性脂肪の値がもう平均値より上になっちゃいましてね。もうだから前日はもう、うん、油もんは抜くぞってこう、こうしっかり拳を握って油もんを使いました。前日でいいんですか。前日は抜かないとダメで、ダメだろうと。一夜漬けできないやつじゃないですか。一夜漬けでなんか測れるような感じの健康診断いいの。うん、そんなもんだろ。いや、なんだ。いや、前日はやっぱ良くないかなと思いますよね。うん、人間ドックもそんぐらいかかるの。すぐに結果出ないのあれ。まあそうじゃないですか。僕もね、人間ドックって実はやったことないんですよね。なんかね、この前お知り合いの方が亡くなられて、あ、まあね、おお、ね、人間ドックとか健康診断絶対行っとけみたいな、そうそうそう、いろんな人から言われて、僕行ったことないんですよ。僕もないですね。いや、僕もないですね、人間ドック。なかなかね、はい、機会がないといけないですよね。そうね、なんかよし行こうって予約を取って1日仕事で行くわけでしょ。まあね、そうね、なかなかね、そう、なんかみんなで、うん、ね、行ったらいいですけど。僕一回だけなんか夜中にもう胃がなんか潰されるように痛いって目が覚めた日があって、ほうほう、もう冷や汗かいて眠れなくなった時に一回、うん、あの胃の検査はしましたけどね。3、4年前、3、4年前じゃないな、もう5、6年前かな。え、もう朝起きたらというか、もう夜中にこう来たんですか、胃の痛みが。4時とかにクラってなって、もうえだだだって。おお。でも何にもなかった。ああ、そうですか。何にもなかったです。うんうんうん。ただのなんかプレッシャーみたいな。昔同じようなことになったけど。うん。あ、本当ですか。それは胃カメラ飲むんですか、胃カメラ。胃カメラ飲みましたね。あれなんか苦しそうですね。うーって言いながら大きい病院あれくもう怖いから、ね、はいきなり大きい病院って、はいはいはい、なんか紹介ないと大きい病院っていけないじゃないですか。はいはい。でももういい、もうそのなんかようわからん、その余分なお金も払うからちょっと検査してくれっつって。ああ、そういうことなんですか。自分で行こうと思ったらプラスアルファお金がいるってことですか、うん、なんか大きな病院は。やった。へえ。でも大丈夫、何もなかった。うん、それ良かったですね。なるほど、なるほど。そうですね。岡村どうですか、最近は。結婚されましたね。ああ、そうなんですよ。ね、今日朝一でニュースポン入ってきましたね。ね、うん。岡村隆史さんが結婚されたんですよ。うん。ああ、ラジオで言ってましたね。ね。まだラジオは聞いてないんですけど、ネットニュースだけ見て。うん。うん、でも僕もあの聞こうと思ってたところ、今日一人芝居の鳩川に言われてしまい。それは下りよ。え、なんか。最近もなんか、ツイッターか何か指令できたことをね、はい、言ってきたんですよ。勝山さん、岡村さんが結婚しましたよ。ああ。俺ラジオ今ところやってみてるんですけど、うん、ラジオで言ってらっしゃったらしいですね。もうまだ僕も聞いてないですけど、そこ。そう、もう朝一のニュースでね、出てましたからね。じゃあ大体の概要を聞いたんですね。いないって言ってたのにね。うん、ねえ、そうでしたよね。そうそうそう。まあ、いないキャラでしたもんね。アローン会、アローン会の人ですからね。うん。うん。部長だったよね、確かね。ね。もう今田さんどうするんでしょうね。
会長。まあ今田さんもいるんじゃないですか。なんか今田さんよう取られてますやん。いるんでしょう。まあ遠い星の話ですよ。星の話ですよ。うん、そんな感じなんですか。いいなと思いますけどね、岡村さん。いやもうだってもうお会いしたこともない方ですからね。あ、まあ確かにね。でも僕らあれ立花さんと、はい、勝山さんって、はい、年齢的にはどれぐらい離れてないんでしょう。同い年なんですっけ。今同い年です。そうですね、もうすぐ花さんが僕の一個生まれた年、生まれたが同じ年は一緒だから、生まれ年が一緒、うん、ああなるほどなるほど、うん、あははは。どうですか周りの皆さんは。まああんまり、独身って少ない方ですか。まあそれは地元の友達って考えたら少ないんじゃないですか、うん、あ演劇関係はまだ、演劇関係はもうちょっともうね大変ですよ。みんな老後の心配ばかりみんなねしていかないといけない。早くないですか、ね、老後の心配は。ここ2、3年で結婚される方増えてきてますけどね。あね、あ本当ですか、うん、でもそう、うん、40を目前としてしなきゃいけないですよ。もうだってえだって40で、僕らは40ですけど、もう10個上の先輩とかでもういまだになんかもう、はい、おみたいな人いっぱいいますよね。まあ言い張りますよね。そうですか、うん、みんなでシェアハウスしてみんなで住んだらいいんちゃうかなってちょっと思ってます。それ本当に思うね。もうどっかさ田舎土地買ってね、畑でも耕して、なるほど、やればいいと思いますよ。朝から波で太極拳とかやってさ、やってね、たまになんかリーディング公演出たりしてさ、ドーンセンターでさ、ドーンセンターでね、ドーンセンター危ないですからね。もう大阪都構想の、大阪都構想の二重行政の一個に入ってますからね、ドーンセンターは。あ、そうなんだ。あれクレオとクレオとドーンセンターって被ってんねんて、機能が。ああ、なるほどね。じゃあどっちかはなくなる可能性があるってことですか。可能性はありますね。ドーンセンターなくなったら演劇関係の働いてる人いきなり路頭に迷っちゃうね。うん、うん、あれドーンセンターも結構そういう公演とかやってるってことですか。ちょいちょいやってるよね。ああそうですか。大阪女性の会やってるけど、そんななんか、うん、とか劇作家協会主催のやつとかがやってるけど、一般貸しみたいな公演はあんまりないですね。うん、ああなるほどなるほど、そうかそうか。なくてもいいと思う、うん。あ、じゃあそうか、立花さんは大阪市民じゃなかったから亡くなったんで、今回の住民投票は権利なくなる感じですね。いや武田さん違うんです。僕ね、期日前投票行くだけ行ってから住民票変えたんですよ。おお偉い。おお偉いね。なるほど。賛成っていうのを出して、おで、はあ、さらばっつって、なるほどね。さらばさらば大阪市っつって、あとは知らん。ただだからそれで、あの人も住民じゃなくなってるから、この票無効やなってなる可能性もありますけどね。いやそんなことないと思いますよ。ないんですかね。その時点では、はい、もう有効だって、もう提出してるんであれば。じゃあもう僕はもう大阪市民、元大阪市民として、賛成、都構想賛成って言ってきました。なるほどなるほど、はい、もういよいよね、もう賛成派なんだ。ちょっとですからね、うんうん、だって変えなしゃあないやろ。変えへんかって変わるわけないやん。こんだけズブズブで、なんかいろんな利権絡みとかいろんなものが絡んでる状況の今のその行政の体制がさ、何にも変えへんかって、その利権がどっかなくなるわけもなくて、甘い汁すすってる人は絶対おるはずやから。まあそうでしょうね。変えないと変わらないよ。うん、だからいいんじゃないと思ってるけど。
まあ5年前にね、否決されたっていうのが逆に意外でしたけどね、僕的にはね。カズムさんの？いや、びっくりするぐらい興味ないんだよ。ああ、はいはい。そう。だから、なんかね、みんな真剣に考えてんだなーって思って。まあ、まあ、市民は特にね、直結しますからね。いや、なんか、もっと言ったら、この間、ちょろっと話聞いてたら、その、やっぱ、童話地区とかの、えぐい利権すすりみたいなのがあるんだって。ああ、今もなおですか？あるみたいよ。へえ。ちょっとしたヤクザ絡み的なやつは。ほうほうほう。で、そういうのって、普通に叩いてももう潰されへんから、今、このタイミングでみんなで力合わせて、バーンって、一個大きいこう大なたを振れる時に振らないと無理なんだ、あの変えられへんみたいで、そういうのも踏まえてなんか今振ってるっていう話もあるらしい。だから今しかないみたい、逆に。あ、そうですね。だから結構いろんな金がやっぱりね、あの、全然何もしてない人に流れていってるという感じはあるみたいですよ。わかりました。はい。まあね、難しいね。難しいですね。あと1週間ちょっとでね、結果出ますんでね。いや、この回はね、行ってほしいけどな、とこそ。結局、よく思うんやけどさ、あの、政治家の皆さんがさ、そのなんか、マニフェストだの何なの掲げて、政治活動しはるわけじゃないですか。そう。で、あの、実際にそれを、まあ、やる方もいらっしゃれば、言った割には、もうほぼほぼ何もせず、ね、そのまま退かれる方もいるわけで、はいはい、で、どの辺をなんかその、なんだろうね、信じたらいいのかも、もはや俺はわからんのですよ。まあ確かに。マニフェストは信用しない方がいいと思うよ。ね、なんか何でもそうやねんけど、例えばそのね、あの、大阪都構想をしてますで、都になった場合にこういうメリットがありますとか、このまま市である、あると、その利権がどうのこうのって今花さんが言った話もそうだし、まあそういうものをなくしていきたいって言って、で、まあ都構想になって、で、まあ見事大阪都になったとしましょうさ。でなって、でも結局みたいなことにもやっぱりなりかねないって、まあ、考えても仕方ないことやけど、とか、そのどうせだったら変わった方がいいんだろうなっていうのは、俺、花さんの話を聞いて思ったのね。そう、けど、その、なんだろうね、そこの、なんだろう、信用の足るところまでのものを、花さんとかさ、世の中の大人はどうやって仕入れてるのかなっていうふうに、俺は本当に思うんですよ。これもう何聞いても信用できないもん。でも最初、まあでも、人じゃない、人っていうか、なんか俺は雰囲気かなと思ってるけど、なんか吉村さんってふてくされなさそうっていう、諦めない感じですね。なんか結局マニフェストとかどこじゃなくて、実際このなんか、あ、こいつうさんくさいなっていうのと、まあうさんくさいって言い出したらもう全部うさんくさいねんけど、なんか吉村さんは、あの、失敗してももう一回頑張りそうな気がするし、なるほど、失敗は失敗でちゃんと認めそうですもんね。だから山本太郎さんもそうやけど、どうしたどうしたですか。なんか顔がグワングワンこう動いて、首だけがどっか行きましたけど、勝山さんのところにちょっと事件が起こった。大丈夫かな。まあでも今回のその、まあ、都構想といういわゆる都構想ですけれども、なんかあの、どっち賛成派反対派どっちの意見も、あの、やってみないとわからないっていう平行線がもうずっと続いてて、どっちの意見も多分筋は通っていて、本当に市民の判断どうしたいかっていうところにもう、もう一極集中の選挙だなっていう感じですよね。本当にやってみないとこれ分からん話です。もうやってみないと分からへんやったら、やらん後悔よりやる後悔した方がいいんじゃないって僕は思う人なんで、
そうですね、うん、いや僕も基本的に賛成の立場にはいるんですけど、いやだからね、楽しみは楽しみなんですよ。楽しみですね、ええ、はい、どうなるのかなっていう、まあ直ちに大阪とっていう表記にはまあ今回はならないので、たとえ賛成に、いつからやったっけ、結構かかる、とりあえずね、大阪都構想、大阪都構想っていう言葉が一人歩きしてますけど、はい、大阪都にはまず今回賛成が多くても、うん、大阪都にはならないんですよ、法律上。だって都は1個だけでしょ、都だから。うん、うん、そうなんですよ。だから大阪府のままなんですけど、うん、いわゆるその東京の23区みたいな大阪市解体選挙みたいな、うん、そんな感じですね。都市機能が変わるってことでしょ、うん、都市機能とか大阪市を解体する、大阪市のそのなんていうの、まあ役所のと、うん、このまあ府と、大阪府とその役所の関係性が変わってくるみたいなことでしょ、うん、そうですそうです、うん、うん、まあメリットはメリットはねまあまああると思うんですけど、うん、その、はいはいはい、まあ、初期投資がまあまあかかるので、最初のその設備を整えるのに、まあそれそれが唯一のまあデメリットっちゃってね、2、300億ぐらいでしたっけ、うん、って試算されてますけど、それ反対派は一応その額もそんな安く済むわけがないと言ってますね、うん、でもそれそのこともやってみないとわからない、まあまあそうなんです、はい、うーん、まあでもね、そうか、変わろうとしてんだね大阪はじゃあね、うん、でもまあね、ほんまに明日大阪が都構想化が成立してこうなったとしても、明日今日明日死ぬ話じゃないしな、うん、そうですね、いきなりガーッて変えるわけじゃないやん徐々に徐々に変えていくわけだから、うん、その中でまた問題が生まれてきたりとかの中でちょっと方向をちょ、うん、モデルチェンジしながらより良いものになっていけばいいんじゃないのとは思うけどね、うん、そうですね、マジでもうなんかその10年20年先のやつとか俺政治全然わかんないけど、うん、あのまずはあの道路で好き放題やってる車とかをパンクさせたりとか、なんか牢獄に入れる法律とかで好き放題やってる車多いですか？そうそうそう、あのね、もう見えない政治なんか本当心からどうでもよくて、ダメですよ、うん、そういういやマジでそういう政治に興味を持たない国民が政治を腐らせるんですからね、まあ、よう言ってありますけど、うん、よう言ってありますけれども、あの、まあ、俺はそれよりも、あの、信号守んないやつの方が嫌いだ。うん、で、なんか、そこになんか、もう、リソース割いて力する。もう、俺、すっげえ調べたもん、今回とかも。あの、今回って言ってもあれなんですけど、うん、はい。あの、とにかく、よく守らないわけじゃないですか、うちの人たちが。うん。うん、で、30メートル前だよね、ウィンカーとかさ。ああ、はい、はい。曲がるときね。そうそうそう。で、3秒前だよね、俺習ったのとかいうのも全て怪しくなってくるわけですよ。なんか曲がるやつ、うんうん、路線変更するやつ、全部曲がる瞬間とかにするから。急に出しますもんね。そう。だからもう本当にね、なんだろう、それ、法律の整備は本当交通に回してほしい。のもう悲しくなってくるもん、守ってる人たち、なんか切なくならないってよく思うんだ、俺。ああ、なるほどね。そういうやつらは、うん、いつか死ぬから。そうそうそう今って思うんだけどね、今死なへんけど、いつか死ぬんだろうなって思う。あとなんかそういう、そういう何判断を、その車の運転だけじゃなくて、日常生活で。やってて、で人が離れていったりしてるんやろな、かわいそうにって思って俺は生きる。なんだろうけどな、でもな、なんかその人が原因でなんか子供とかが事故っちゃったりしたす。ああ、まあそう ね、まあ、ね、確かに。まあね。うん。どうな、難しかった。
まあ勝山さんがちょっとね、もん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 としながらちょっと止まりましたけれども、電波が悪い。まあちょっとね、あの40分を迎えようとしてますんでね、はいはい、一旦 CM に入って、ね、この後、はい、新コーナーを戻ったなんと満を持して登場させますんで、はい、一旦 CM に入ります。はい、ちょっと待ってください、ね、はい、マウスの調子が悪い。じゃあ一旦 CM です。どうもね、マウスの調子が悪くて今うまく動かないな。はい、あ、おい、ここならいいのか。よし、ということでね、はい、かえでさん、コンティニコインありがとうございました。あ、どうもありがとうございます、もう早速もう30分経過いたしまして、いつも勝山さんは横からのスタートになりますよね。これね、本当、あ、戻ったと思った。あれ、戻った？いや、いけてます、いけてます。 iPhone でやってんの？うん、iPhone だとこうなりますね、最初。なるほど、なぜかね、横からのスタート、横島な感じでスタートしますけれどもね。さあ、ということで、今回ですね、今何しちゃいました？いちいちいいです。今回ですね、はい、満を持して、はい、新コーナーを、うん、お持ちいたしました。いや、さすがですね、武田さんはやっぱり。あ、そうですか、企画の方向ですよ、もう本当アイデア、まあそうです、宝石箱と言われておりますからね。宝石箱、ただの宝石箱、企画書を出しては破られ、出しては破られ。あ、そうですか。なかなか企画が通らない、まあ、ただここのストライトは ね、 採用されますもんね。ストライトはバシッとすぐ採用していただけるということでね。まあ先ほどね、勝山さんが悶々としているという話題がありましたけれども、はい、うん、はい、世の中にはですね、もうあらゆるね、悩みとか、うん、そういったあものを心に抱えてですよ、悶々としている皆さんがたくさんいるというところでね、私はそういった社会情勢とか、そういったね、はい、世間の悩みみたいなものにこうピンとアンテナを張ってますからね。これでピンときたわけですよ、はい、うん、皆さんがそういった悩みのある時に使うツールみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、まあ、いわゆる何ですか、うん、ヤフー知恵袋っていうね、あ、はい、知恵袋、知恵袋、その知恵袋ありますよね、はい、ということで考えました、はい、今回の新しいコーナー題して、はい、すっぽん知恵袋、やってまいりましたね。いや、すごい、思いつかないもの、そんなの。ああ、そうでしょう、そうでしょう。まあ、これどういうコーナーかと言いますと、世にはびこるですね、はい、そのいわゆる知恵袋に落ちている悩みというのをですね、皆さんに共有していただきまして、うん、ここで、悩みを発表します、はい、でその知恵袋のシステム、皆さんご存知だと思いますけれども、はい、その下にベストアンサーというね、その悩みを打ち明けた人が回答してもらったものの中でベストアンサーを決めるわけですよね。で、そのベストアンサーが、まあ、もちろん回答があるわけなんですけれども、その解決済みの悩みをもう一度掘り出してですね、もう一度探してきて、はい、もう一度ここで解決したいですよね、もうね、してるにも解決してるんですよね、すっぽん的な、あのベストアンサーをここでバシッとこう、はい、決めるわけですよ。なるほどね、質問のタイトルだ、うん、うん、はい、さあ、そういうことですよ。悩んでいる人にはもうね、なかなか思いつきませんよ、うん、こんなリサイクル、そうですよ、数年前に解決しているにもかかわらず、うん、そういうことですよ、はい、それをもう一度掘り起こして、でもその方には了解を得ず、パラレルワールドですよね、だから。ああ、そういうことですよ。パラレルワールドとか世界線とか言っちゃったらもう何でもありになっちゃうけどね。解決してないかもしれない世界なんですよ、ここはね。そういうことです。
そうだったんです。なので、まあ、すっぽん的なベストアンサーというのを、うん、我々で、はい、まあ僕も参加しながらですよ、もちろん。なるほど。はい。解決していこうじゃないかと。よし。いうことなんですよ。悩んでんの。で、今回ですね、その、いわゆるヤフー知恵袋というものをね、はい、見てましたら、おお、皆さん悩んでますね。いやー。まあ、ここまで悩むかと。いや、そうでしょう。なんでヤフー知恵袋には駆け込むけど、ヤフー検索はしないんだろうね、あの人たちね。みたいな、めちゃくちゃない？うん、めちゃめちゃあると思うんだけど、いやすごいよ、すごいよね、本当にね。コミュニケーション、コミュニケーションにやっぱ飢えてるんでしょ。うん、ああ、はい、なるほど、うん。検索できないバカっていうわけじゃないんだよ、ね。違うんだよ。なんか寂しい、うん、寂しい。検索のとか、かまってほしい。検索の担当にできない人たちがあそこにいると思ってんだけど。違う違う。違う。わかりました。かまってほしいの、はい、みんな。なるほど、わかりました。うん、大変だ。うん、まあだからまあ探しただけでもですね、もう本当にね、はい、たくさんありすぎてですよ、うん、悩みが、はい、もうこれはね、うん、まあまず悩みを共有していただいて、まあ我々3人でですね、うん、よりいいベストアンサーをね、見つけていくというコーナーではありますけれども、どういう系からいきましょう。もうね、あらゆるジャンルみんな悩みすぎて、うん、もう、うん、たくさんあるんですよ。武田おすすめはなんかないですか。うん、じゃあまあちょっとイージーなやつからいきましょうか。分かりました。気になった、うん、武田の気になる人、うん、うん、そうですね、はい、では行きましょう。よろしいですか。はい、いつでも、はい、ああ、そうですね、僕あれですね、武田さんに言われたように曲出さなきゃいけないですね。ああ、そうなんですよ。ではあの2011年に、悩まれている、うん、このすごい、9年間も悩んでるのか。そうですね。ないと、うん、ということで、お悩み相談です。ホットケーキが冷めたらホットケーキじゃなくなりますか。悩むなこれはな。もうね、知ってます、うん、僕このコーナー。え、あれでしょ、伊集院さんのやつでしょこれ。こんなコーナーあります。うん、こんなコーナーあるんですか。伊集院さんのやつあるんですよ。まあいいでしょ、まあ置いときましょう。深夜のあれなんだっけ。あ、そうですね、深夜のバカ力、はい、あ、ね、じゃあ僕の企画がパクられている、うん、そういうことになりますね。いや、だいぶ前から向こうやってらっしゃいます。向こうそういうことになりますよね。だから一応待って、なぜ過去の世界と未来の世界が繋がらなかったのに向こうが昔からやってんだってことですか。なるほど、悩むな。確かに、ね、どうなんでしょうね。まあでもホットケーキじゃなくなるんじゃないですか、やっぱり。ああ、そうですか。一旦はなくなりますか。ああ、なくならないんじゃないんですか。なくならない。一旦はなくなるでしょう。ホットケーキが、ホットケーキじゃなくなりますよ。冷めたら。ホットケーキは焼くときにホットで作るから。いつまでもホットっていうわけじゃきっとないと思うんです。それ言い出したらもうすべてのケーキがホットケーキになりますよ。いいですか。ね、そこをホットの状態でバターとかさ、クリームとか溶かす状態で食べるから、うん、ホットの状態がディフォルトなのでホットケーキなのであって、うん、おお、そうそう、冷めたって元の状態が最初から冷えてたらそれはコールドケーキだけど、冷えてたあったかい時があったからホットケーキでいいのではないのかと。じゃあもう全部のケーキがホットケーキになりますよって僕は言ってる。あったかい時があったでしょ。冷えるもの、え、いや、そういうことじゃないんじゃないかい。そういうことじゃないと、うん、そういうことじゃないと今勝山さんは言っています。とってもスポンジをもう全部ホットだろ。もう一回焼きますからね。あったかいうちに食べなくなったらホットケーキがなくなってしまうと。そうです、うん、クールケーキか
ほんと、それはウォームケーキ、ウォームケーキを得てのクールケーキ、ぬるいからの冷たい、コールドケーキを得てのアイスケーキになっていくでしょ、ちょ徐々に。なるほどね。温かいうちに食べてね、うん、だからホットケーキっていう名前であって、あれじゃないのかな、冷めてもホットケーキでいいんじゃないのかな。いや、冷めてもホットケーキでいいかな。もしくは冷めたホットケーキになるかもしれない。あ、冷めたホットケーキね。なるほどね。冷めたホットケーキ。おうほうほうほう、あんたの名前で言ってんだもんな。名前で言ってんだもんな。ホットケーキは冷めたらホットケーキじゃなくなっちゃうから。冷めたホットケーキになるので、うん、ホットケーキではないですみたいなこと。おお。うん、冷めたホットケーキもいよいよなんか花さんの理屈で言ったら日本語崩壊してるからな。うん、ああ、そうですか。うん、まあということで、冷めたケーキ。冷めたケーキ。ね、この冷めた小麦粉と卵と砂糖となんか混ぜた、うん、焼いたやつ。まあ。こういったね、我々の。うん、3人のね、ベストアンサーが、うん、まあ、ある程度ちょっと見えてきましたけれども、うん、はい、実際のベストアンサー、はい、言っておきましょうか、はい、うん、ベストアンサー選ばれた回答はこちらです、はい、めちゃ気になる。ほっといた結果のことなのでホットケーキでいいですと。あれ、この企画の趣旨が分かってきました、僕は。いや、違う。じゃあ、どんどん悩みいきましょう。はい、まだまだたくさんありますから。はい、うん。何系でいきましょうか。何系でいきましょう。じゃあ、ちょっと、子供っぽいやつ。ああ、分かりました、分かりました。うん。じゃあ、これでいきますね。子供の。2017年5月13日から悩んでおります。お、はい、小学生の漢字ドリル、うんこドリルが人気のようですが、何歳までうんこは子供受けするのでしょうか。うちの3歳児男の子がチンコと連発して喜んでいますが、口にしてほしくないんです。コロコロコミックでも下ネタ満載ですが、小学生にとっては言う方がいいのでしょうか、というね。なるほど、なるほど。これでもね、論点すり替わってるんですよね、まず。ほうほう、なるほど、論点がすり替わってる。論点がすり替わってるんですよ、まず。ほうほう、うんこは子供、何歳まで子供受けするのでしょうかと、そのチンコを連発していますは全く話が違うわけじゃないですか。2つの議題がありますわな。そうなんです、うん、じゃあそのね、うんことチンコってもう全く違うものじゃないですか、うん、1つは排泄物で、1つは体の一部なわけで、なるほど、こう話で一緒くたにしてしまってはいけないと思うんですね。うん、そう、そらそうでしょう。だから、これは質問が2つあると考えてやった方がいいと思う。なるほど、はい、あ、一つずつ丁寧に答えていこうと。それもなんかひっくるめて下ネタ嫌だって言ってらっしゃるから、うん、うん、うんこちんこは子供受けってことでいいんじゃないのかこれは。ああ、なるほどね。でもちんこは結構、うん、一回落ちるけどまた上がってくるからさ。一回冷める。一回冷める。一回冷めるんですけど、男の子は常にでも好きでしょ。うんこはどっかで下がってはそのまま下がっちゃうでしょ。ああ、うんこも上がってこない。何難しくない、その何だろう、あれでしょ、とにかくそのうんこだろうがちんこだろうがさ、はい、子供にとっては多分一緒じゃん。俺らにとっても別物だけど、花さんの言ってる通り。うん、もう一生なんですよ、多分もう語源の問題だから、うん、お尻から出るものと体から出ているものっていう、もう出てるものだったらもういいじゃんぐらいの感じの下ネタなんでしょう。まあでも響きはやっぱいいですよね、うんこ、うん、うんこみたいなね、うんこ、うん、なんかやっぱ言いやすい、うん、
この方はあれですよね、だからあの世の中の子供はいつぐらいで卒業するのかわからんと、はい、うちの子供がその年になっても卒業してくれるのかが心配だっていうことなんです、ね、そうなんですよ、なるほど、これは、うん、いいの、あのこれは言わせておいていいのかというお母さん目線のね、うん、でね、心配しないでください、うん、なんか小学校に入ったら言わなくなりますよみたいなことを多分言っていただきたいんですよね、この方は。ああまあそうでしょう、そうでしょう、うん、まあ、だとすれば一生言うから諦めろぐらいの感じだと思うんですけどね、僕は。ちなみにあのお二人はそのうんこちんこみたいな話は、はい、あの好きな方ですか。僕は今ですか。今はまあちんこの話は好きですけどね、うんこの話はあんまり。そっちはやっぱ復活してきた。ちんこの話はやっぱそんな話題に上らないでしょ今。上るでしょう。上らないでしょ。もう80何歳とかの大先輩が、いや橘君が言ってたみたいに、やっぱり VR 見てみようと思うねんって言ってるで。いや、じゃあ本当に年齢関係なく、ちんこの話題はもう永遠でしょ、男子にとって。え、まあ、そう、価値観が違うからね、子供の頃のね、うんこちんことはね、もう我々はね、はい、俺それだったら今、まあ、うんこの方が気になるもん。うんこはちょっといいよ、別に僕は。いやだって怖い怖いじゃん、なんかあの1週間ぐらいさ、あのなかなか出ませんとかさ、あなんか緩いのが出てるんですとかなったら、そっち系のうんこね、そう、健康の面でのうんこだもん、ね、なるほどなるほど、確かになるほど、ねね、体調すべて表してくれますからね、うんこは。そう、はい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 、うん、なるほど、ね、あなるほど、ね、あそれをなるほど、今僕らのね、うんこちんこの話題をしちゃうと子供にはわからない、うんこちんこの話をしちゃうから。いや武田さんが今気になりますかって聞くからですよ。いやいや、だって僕なんかもう、うん、あるでしょ、あの うんこに関しては全くもう気にならないでしょ。そうですか、子供のうんこはどうですか、はい、子供のうんこはまあまあ、うちの子供はね、僕に似たのか知らないですけどね、はい、割とね小出しにするんですよね。一日何回も生きよるんですよ。武田さんですもんね、我慢して我慢して、はい、我慢して限界まで我慢して出した時が気持ちいいから、はい、あえて我慢するんですよね。あー違います、違います、違います、逆です。あの出すのがものすごく気持ちいいので、あの10溜まってても4ぐらいで止めて6残しとくんです。嘘だ、うん、で6は午後にまたしようみたいな。嘘や。絶対体悪くなるて。いやいや、ちょっと今全部出すのはちょっとまだもったいないなみたいな。そうでしょ、それそういう、だからね、1日何回も初めてだ、そんな人。武田さんはうんこで1日を、うん、そのね、うん、楽しみを1日にそうこうね、小分けにして、小分けにしてね、うんこを楽しむっていう、うん、はい、排泄までも自分のエンターテインメントにする男ですから。そういうことなんですよ、でもそういうのも、ね、本当にそれ、いやいや本当です、これ本当です。だってもうずいぶん前の2人のラジオの時に言ってましたね、うん、そうなんですよ。だから溜めてはもう逆です。溜めてだからすぐとりあえず行く、もう違う人間だ、ね、そうですよ。なんかあのトイレの個室に入ってる時が一番なんか、うん、あの落ち着く時間ですね、はい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 、うん、まあね、ほっとする一息みたいな、はい、そうなんですよ、ふうみたいな、それは分からんでもないですけど、え、聞いてる方はもうこれ知りたいとして、あんまりね言いたくないだろうけど、小出しにする方はね、もしいらっしゃいましたら、うん、まあこんな話はね、一人でも知り合いの方とはやったことないですね。僕とぐらいですか。はい、もう、うん、そうですね。まあそれに似たのか。衝撃だよ。娘が小出し、もうおむつ一番下の子ですけど、おむつ替えたと思ったのに30分経ったらまたしてるみたいな。ああ、そうなんや。そうなんですよ。こんなところで、引き継いでるのかっていう。まあでもその、うんこちんこがちょっと楽しくなくなったのはね、何歳ぐらいですか？そのね、うんこって言ってたらゲラゲラ笑ってた小学校時代はもちろん
誰しもが経験してるわけじゃないですか。僕ね、その経験記憶にないんですよ。いや、またまたまた、本当本当。いやいやいや、ありました。え、俺もないんだよね。あれ、そんなまた、ない方を気にして。だって幼稚園とか保育園の時にはもう、うんこちんこよりもさ、なんかあの特撮のヒーローの方が好きだった。物心ついた時にはもう、そっち側にで、なんなら今の方が好きだもん。そうですか。お、保育園の時僕はもう短冊にウルトラマンになれますようにって書いてましたからね。ほら、やっぱそういうもんですよ。あれ、じゃあ、うん、じゃあもはや何歳までとかいう概念じゃないですね。もう個体差ありだから。まあね、結局だから僕はもうだからその頃にはうんこちんこっていうのは恥ずかしいになってたわけですよ。おお、うん、早いな。他に興味のあるものをね、見つけてあげればいいんですよね。だから早い、ね、なるほど。あ、うわ、それベストアンサーちゃいます、うん、そうかもしれないですね、うん、じゃないと一応うんこちんこ言っちゃうぞっていう、うん、あ、なるほどね。まあでも、まあ、あのうんこちんこはでも人間が生きる上で一番ベーシックなものですから、そういう意味ではやっぱり常に興味があった方が人間としてはその架空の常にそばにあるものですから。そうなんですよ。だから最終的に興味、そのうんこちんこ楽しいなから、そのね、今日の体調がとかね、やっぱりいろいろわかる、そっちの方に興味がいくとより人間に対してね、詳しくなれるというか、うん、そういう意味では、まあ、一生うんこちんこのに興味があってほしいですよね。なるほどね、うん、それにね、よくよく考えたらね、うん、この質問していらっしゃる方もね、ちんこと連絡して喜んでますが、はい、口にしてほしくないって言いながらね、うん、言いながらも、はい、お前口にしたことあるだろうと口にするっていうのも、いろんな意味でね、いろんな意味で口にしたことあるだろうって、言葉にし、まあね、言葉にしたこともあるし、うん、口にもしたことあるだろうって話ですよ。なるほどね、えー、うん、そうでしょうね。もうそのこの汚いものであるならば、お前も口にしてダメだからな、そうだ、親がまずから物見てないと。そういう、そもそもうんこは伏せ字じゃないのに、どうしてチンコは伏せ字なんだっていう。なるほどね。これ差別が入ってるね。ね、うん、人口差別です。ちょっと答えとしてはお前が悪いと。ふざけんな。なるほどね。うん。そう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 。他に興味を持てと、うん、お前が悪い。うん、お前が悪いという。生物、生き物として地球に生まれた命としてあの、ね、ありのままであれっていうことですよ。なるほど、なるほど。もうこれは避けて取れないんだからね。どうやって生まれたんだって話になってくるんですよ、はい、なるほど、なるほど。感謝して、いや、それベストアンサーしましょう。感謝していこうね。感謝していこうというのがベストアンサー。だってうんこはだから栄養がのを全部なくなった後の、うん、要は残りカスなわけでしょ。そういうことです。自分を生かしてくれてるわけじゃないですか。花粉にもなるしね、野菜のね、肥料にもなるし、なるほど、なるほど。チンコだってそういうなかったら、僕らはこの生命としてのこの流れをこう継いでいけないわけですから。ああ、そういうことか。感謝ですよね、やっぱり。そう、この質問したなんか、うん、ハップなんとかさんだってね、元々、ね、お前もチンコから生まれてきてんだぞ。そうだよ、本当。なるほどね。そういうことです。うん、わかりました。うん、はい、いやー、いいですね。いやー、素晴らしい回答が出ましたね。一応あのベストアンサーみたいなの選ばれてるのを、はい、ご紹介しておきますね。お願いします、はい。ベストアンサーはこちらです。小学生や小さい子って親の前では言わなくても学校で飽きるほど言ってますよ。それにスーパーで下ネタ叫んでお母さんに追いかけ回されてるのってよく見かけるので大丈夫かと思います。ちなみに私は高学年くらいになって急にうんこで笑えなくなりました。で、ベストアンサーですから、まあこれはもう我々の方がね、感謝していこうってこう前向きな、うん、よりいいベストアンサー出ちゃったなっていう、ね、いやまあ3年経ってやっぱりね、よりいい、もうこの小学生っていうか3歳児はもううんこちんこ言ってないんだろうな。でもな、今は言ってないね。もうそうでしょう、ね、もうそろそろ中学生ぐらいになってますね、多分ね。恥ずかしくなっちゃってましてね、やめなよそういうのやめなよってなっちゃう。
進学のこととか考えてるかもしれないからね。うん、いやー、いいですね。もうだから境目はここや境っていうコーナーもあるじゃないですか、はいはい、それでちょっと1個思いついちゃいましたよ、はい、このうんことうんちの境目っていうのはね、今度やってみたいと思いますね、これね。これも難しいな。深いな、やっぱね、うんちうんこはね結構難しいですよ。そうですね、うん、これもちょっと次回の課題として、はい、やりたいと思いますけどね。あと5分です。なんで、そうですか。はい、あれ、うん、コンティニューコインコンティニューコインとかはいただいてませんので、これ、なるほど。あと5分で、武田さんが投げ、楓さんが投げてくださいました、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。催促したような形になってしまいましたけど、ね、まあでもまあまあね、あと5分だってなったらあと5分ですねって、うん、タイムスケジュールしていかないとね。ああ、なるほど、ありがとうございます。もし次のね、うん、この、はい、知恵袋の途中でプツって終わっちゃったらちょっと、うん、ああ、それはもう悶々がたまりますからね、締めていかないといけないんでね、じゃああと一つ二ついけますかね、30分あればね。そうですね、30分ありますからね、はい、じゃあ続いてこちらいきましょう。はいはい、2019年11月のお悩み、ゆっこラブラブさんのお悩みです、はい、では音をお願いします。小学校と中学校は義務教育だから当然卒業しないといけません。高校も最低限卒業しないと将来不利になります。大学もできれば卒業すれば就職に有利になるかな。しかし童貞は卒業しなくても社会に影響ないので無理に卒業する必要ないと思いませんか。はい、悩んでますね、去年から。去年からまだ悩んでるんですか。無理と悩んでらっしゃる。悩んでますね、これ。なるほど、影響あるでしょ、社会に。いやー、社会に影響ありますか。あるでしょう。だって生まれ、生命が生まれないじゃないですか。さっきから話してますけどね。そうです、ほら、つながってくる。少子化が進んじゃいますよね。そう、試験だから、むしろもう大学、うん、大学も高校ももうそ、卒業しなくていいから、土手は卒業しなさいという話です、ね。なるほどね。こうなると。なるほど、なるほど。まあこのね、質問者さんが今どういった年齢なのかちょっと分かりませんけれども、はい、うん、無理に卒業するみたいな必要はないんじゃないかっていうね、ちょっと強かったところもあるでしょうよ。でも社会に影響はありますからね。そうですね、社会に影響はありますというふうにしか答えられない、ね、あと、卒業しないことによって僕は童貞なんだっていう気持ちがどんどんこう、なんていうんですか、どん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 こうこじれていって、なんか人間性が歪んでくると思う。歪むというよりあれじゃない、そのなんか自分がそのなんか一生童貞である、卒業してないっていうことに対して、うん、誇りを持てそうだったら守ればいいと思う。そうね、誇りを持てそうだろうね、うん、いやでも誇りを持ってる人って、うん、もうなんか意地になってるってことですか。そう、意地になっちゃダメなんですよ、だから。そう、意地になっちゃダメです、うん、意地になるんだったらそれはもう卒業する。それは誇りじゃなくて引け目を持ってるわけなんで、うん、そうそうそう。ああ、なるほどね、うん、誇りを持てるんであれば、胸を張ってね、うん、童貞だってなれるのであれば、うん、やっぱり人にバカにされたって、うん、そんなバカにされることじゃない、うん、いや、こだわってやってんだと。そう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 、なるほどね。だから逆に童貞の良さっていうのをもう声高々に語れる人。おお、うん、良さってある、あ、良さは僕には分からないよ。僕には分からないんだけど、違いますからね、うん、その人が要は童貞ってこんなに素晴らしいんだよっていうのをもう魅力的に声高らかに語れるのであれば、そういうのをやっていただいていいんですけど、やっぱ童貞であることにどっかね、やっぱり一人前の男じゃないんじゃないかとか思っちゃうと、やっぱりその人がやっぱり社会でね、やっぱ生きづらくなっちゃうから、なるほどね。それは遠
遠からず少なからず社会に影響がね、やっぱ出てきた。まあ確かにね、社会に影響ないって言い切っちゃってますけど、そうそうそう、まあ確かにありますよね。最終的に無敵の人みたいになっちゃうから。ああ、魔法使えるみたいなね。魔法使えるとか、あと、あの、本当に、僕には何にもないんで大丈夫ですって、普通に子供殺したりみたいなことにもなりかねないので。ああ、それはもう大影響ですわ。そうです。ああ。やっぱ、まあ、だからイコール。なるほどね。まずなんかその卒業っていうね、なんかそういう、うん、あ、どうぞどうぞ。いや、もういいです。どうぞどうぞ。なんか卒業っていうこの表現もね、なんかちょっとね、大人になりきれないみたいなニュアンスがあるじゃないですか。うん、なんかそういうのも表現があんま良くないんじゃないかなみたいな、そういう感じはしますけどね。卒業、じゃあ何ていう、面白いことを書きたかったのではないかね、このことは、この人はね。だってやっぱり卒業以外の言い方ですか。卒業つながりでね、いや、あの、卒業つながりでね、なんか童貞を、ね、うん、まあ、そうでしょう、そうでしょう、このなんか楽しい質問をしてらっしゃるからね。ああ、多分このユーモアがある方なんですよ、この質問された方は。そうでしょう、そうでしょう、うん、まあ、なんでしょうね、なんかもっとポジティブなね、うん、言葉、卒業じゃなくて、うん、卒業じゃなくて、なんだ、童貞、なんか入刀、入刀、ケーキ入刀的な、切っちゃダメだけど、うん、卒業以外の言い方ですか、うん、ポジティブなやつ、ポジティブなやつね、だから種子とかじゃダメなんだよね。え、なんですか、死守とかじゃダメなんだよね、それもなんかちょっと守っちゃった、守っちゃう、なるほどね、あ、なるほどね、ちょっと、あ、まあまあまあ、でも死守はだいぶポジティブではありますよ、うん、なんか維持してることが大事みたいなことだもんね。童貞を捨てるとかは言ってたよね。ああ、捨てるは言いますね、うん、うん、価値観が違う人にとって童貞が何なのかだよね。童貞だから悲しい別れになっちゃうんだよ、きっと。そうでしょう、うん、だから卒業っていうのは逆に、あの、するもんやから、おうおうおう、結構ポジティブな言葉として使われてない、どっちかっていうと、うん、あ、そうか、もうそもそもポジティブなのか。だって脱退とか、その、おう、そのアイドルグループを脱退するとかっていうのがなんかあんまり良くないから、あ、ネガティブな方ですね、っていう意味で。ポジティブか、おめでとう、卒業おめでとうっていう意味で、周りの人がおめでとうって言うから卒業っていう言葉を使い出したんじゃないの。じゃあやっぱ喪失とかになるんだね。喪失もう会えない、喪失とかね、まさかのなくしちゃったみたいなね、童貞喪失、悲しいなって、あ、なるほどなるほど、童貞、まあ、でも僕の童貞知りませんかみたいなどこに僕の童貞知りませんか昨日からいないですみたいなあー、そうか、まあでもこれはしっかり、まあ質問に対してはこう卒業は絶対した方がいい、うん、した方がいい、した方がいいです。あ、基本的には基本的には社会に影響って言ってる分には、うん、逆にそうです。だから、うん、誇らしい、童貞であることに誇りを持てて、みんなに、あの、はい、広く童貞の良さを語れるのであれば、うん、童貞でいてくださいっていう。なるほどなるほど。でも、もしくはあれじゃない、やっぱその女性とか男性とかね、あの、うん、性別関わらずその異性に触れることが苦手な方もいらっしゃるだろうから、うん、まあまあそれはね、なるほどね、それではなくともね、その人はまあ別に無理に無理に、それこそ無理に卒業する必要はなくて、そうそうそう、うん、でもこの方の何だろう、答えとしては社会に影響あるので卒業するとあると思いますということになります、ね、それはあるよと、うん、あると思いますよ、社会に影響あるんだ、うん、なるほどなるほど、まあ、分かりました。しなくてもしても社会には影響するけどね、何かしら何かしらね、確かにね、なんか社会をポジティブに捉えている部分はあるけどね、うん、ポジティブに、うん、どっちにしろ社会に影響はあるね、あるね、なるほど、うん、はいはいはい、わかりました。では続いての
お悩み、ちょっとね、長文いっちゃおうかな。ベストアンサー。あ、ベストアンサー。ベストアンサーはね、これはね、ベストアンサーは大したことないんですよ。すごく共感してくれた人にベストアンサー来てまして。はい。ベストアンサーはこちらです。聞いておきましょう。うん。童貞を卒業する必要はないと思います。必要な時に性行為をすればいいだけなのでね。ちょっとなんか強気な発言をね。必要な時にすればいいじゃんっていう。無理にしなくていいってことね。これベストアンサーに。なるほど。だから引っかかるところが違うなってことだよね。うん、そうなんです。僕たちは社会に影響がないというところに引っかかったけれども、はい、ベストアンサーの人は無理にに引っかかった、ね。はい、そうそう、そういうことですよね。うん、まあで、ベストアンサーはいつ来てたんですか？これはね、基本的にこの知恵袋はもう直後ですよね。1週間ぐらいの募集ですぐ、うん、回答が集まって、うん、で、その中からベストアンサーを決めるということなんで、もう本当直後のやつが多いんですよ。で、このすっぽん知恵袋の一つ発展系として、はい、発展系、もう発展するんですか？まあまあ来週以降もし発展するとすればですよ、はいはいはい、今まさに悩んでる人がいるわけですよ、はいはい、ヤフー知恵袋上では。なるほど。だからそういったものを、うん、はい、我々で考えて、うん、で、まあ、アカウントを作ってですね、ね、書き込むわけね。そうです。で、書き込んで、はい、ベストアンサーをもらえるかどうかっていうのもやりたいんです。それはいいですね。やりたい。それは面白いです、ね。今はあくまで過去の悩みを掘り返して、うん、我々でこう議論してるわけですけど、うん、まあ、これ言ったら、はい、リハーサルみたいなもんですよね。そうですね。今、本番へ向けて。今、シャドウやってるわけでしょ。はい、うん、シャドウをやってるわけですよ、うん、ええ、でこれを踏まえて、まあ、来週以降生の今まさに悩んでいる方を、なるほど、のやつをですね、ここで取り上げて、うん、ベストアンサーを狙いに行くっていう、そうですね、いいですね、それ、うん、ベストアンサー取れたらね、はい、本当に、ええ、取りましたっていう、いや取れたらもう本当にね、その人をゲストに呼ぼう、うん、はい、ゲストに呼ぼう、それはありですね。なるほど、だ出てもらおうですね。はい、はい、ということなんで、最後もう一問ぐらいいけますかね。武さん、ちょっとね、はい、ズームの方が3分なんですよね。ああ、なるほどね。じゃあ、3分でこれ読みますわ、悩みの方を。はい、わかりました、うん。ちょっと長文になりますんで、はい、こちらいきたいと思います。では、音楽をお願いします。はい、2011年11月のお悩みです。俺の行動はまずかったですか？もう5年以上前の話ですが、彼女が女同士の友達でよく行くという回転寿司に行ってカウンターに座りました。その時の会話です。俺、普段は1食いくらくらいかかるの？彼女、1000円くらいに抑えているよ。俺、じゃあ今日は俺が支払い持つよ。彼女、本当？じゃあ好きなものを頼んでもいい？俺、いいよ。俺は普段はほとんどおごらないタイプなのですが、1000円くらいならいいかなと思って、たまにならと思っておごろうと思いました。そしたら彼女は一番高い皿の中からのみ選んでバクバク食べ始めました。あっという間に4000円超えました。人の金だと思って全く遠慮のなしに高いものから選んでいく姿を見て引きつりました。彼女がトイレに行くと言ったので、その隙に自分の分だけ払ってさっさと逃げるように店を出ました。とっさにこんなことを思いつき実行してしまったのはやりすぎ感があったかもしれませんが、何の咎めもなしにいたらもっと後悔していたと思います。まもなく電話がかかってきましたが、頭に来すぎていたので出ずに無視をしました。店を出て以来、彼女とはそれが最後になりました。男の俺が無理してカッコつけようとして見事に失敗した結果になってしまいました。女なら男が無理してもカッコつけようとしているところを見抜いてほしいんですよね。男ならおごってカッコつけろ的な世間の空気に負けた俺が
それに従ってみたら、今度は言葉通り捉えられてバクバク食いたい放題食われて、マジやってられません。例えば結婚式などの招待状で平服でいらしてくださいと書かれていても、きちんと礼服を着ていくのが当たり前でしょう。そこら辺の行間を読んでほしいんですよね。女は男の器の大きさをちゃんとチェックしていますなどと言うんですが、男だって女の人間性を見ているんです。この件で彼女は大外れだと判断できるきっかけとなって、むしろ良かったと思います。皆さんはどう思いますか、というね、質問でございます。もう最後の個人的意見言っちゃってか、お前答え出てんじゃんって思うけどなるほどさあこの後、CM 挟んで皆さんに議論していただきたいと思います。ということで、はい、まあ、回転寿司に行きましたと、はい、で、はい、まあ、1000円ぐらいの予算だよいつもはねっていう話を聞いて、うん、じゃあ俺が今日は出すよって言ったら、もういいのって言ってバクバクもう高いのを言って4000円になったと。まあここまでは、まあ、まあある話というか、いやもうここで会話の食い違いが起こってるんですよね、食い違いがね、はい、うん、1000円言うてたやんっていう。男の方はそうなんですけど、女の人の方は普段はどれぐらい食べられて、うん、で食べてんのっていうので、うん、ほうほうほう、いや1000円ぐらいに抑えてるのよねって、本当はいっぱい食べたいけど、うん、いつもは1000円ぐらいに抑えてるのよ、お金ないからっていう意味で1000円ぐらいに抑えてるよって言ってると思うね。ほう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 。でじゃあ今日は俺が支払い持つよっていうのは、うん、あ、じゃあ、うん、あのいつも1000円で頑張ってんやったら俺今日は好きなだけ食べさせてあげるわっていう意味に多分加えられてると思う。なるほどね、うん、あ、逆にね、だから逆に行間読めてないっていう。あ、なるほど、逆ですらないもんね、うん、本当にね。あ、じゃあお二人は言ってて、じゃあ今日は俺が支払い持っちゃう。もう花さん言うてる通りですわ。そう、女性の、うん、見方というか、うん、で本当じゃあ好きなの頼んでもいいって言ったら、うん、そらいいよ、なくなります、そら。はい、まあ確かにね、うん、いやでも最初に1000円って聞いてるから、1000円やったらっていう意味で言ってんねんっていうところですよね。なんか、うん、まあ男の人の方からすればそういうつもりで言ったんでしょうけど、うん、普段まあその時にね、うん、まあ正論を言えばですよ、男の方がね、なんぼまでやったらええよって言ったら分かりやすいよ、分かりやすいじゃないですか。まあなんぼまでやったらええよっていうも何も1000円で終わるだろうと思ってるんでしょ。うん、あ、そうかそうか、うん、そうそうそう、確かに。普段は怒らないタイプですから、うん、確かにね、うん、なるほどね。まあ、まあ、そこのまず食い違いがそうですよね。まあまあ、うん、この人が、まあ、いくつぐらいでどれぐらいの、ね、うん、その年収なりを、ね、うん、持ってらっしゃる方かわからないので何とも言えませんけれども、まあ、女性にこの場面、ここまで聞く限りではそこまで非はないんじゃないかというご意見ですね。うん、まあ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 、そうですね、女性に非があるわけ、まあ言い出しっぺが男性なんでね、うん、俺が今日はご馳走するよと。そうなんですよ、だから彼女が別に怒ってほしいって言ってるわけではないわけでしょ。まあ確かにね、自分から切り出したわけでしょ。うん、その自分から切り出したことによって何かが起こるというのは、はい、やっぱり何かがトラブルが起こってもそれは責任を持ってやっぱり受け止めないと、うん、じゃあもう最初から言うなよっていう話になっちゃうわけですよ。なりますね、確かにね、うん、なるほどな。この間ね、ガクトさんがおっしゃってたんですけど、おー、YouTube で、おー、ボランティアの話なんですけど、ボランティアをすることによってすごいバッシングを受けるんですって。え、逆にですか。うん、いや、要は偽善者だとか、
あー、なんか、なるほど、そういうバッシングを受けるらしいんですけど、おうおう、でガクトさんもちょっと、まあなんでこんなバッシング受けなあかんのやろみたいな時期があったらしいんですけど、うん、でもなんか最終的にはあの俺がやりたいからやってるわけで、別に誰かを助けようとか、そのなんていうんやろ、全世界の人を助けようなんて思ってなくて、自分がやれる範囲のことで守りたい人を無理なくやってるだけで、まあ、誰かにとやかく言われる筋合いはない、全くその通りですよ、マインドで今やってると。で最終的にあの考えに行き着いたのが、高速道路かな、車で走ってて、そのえっと、車線変更したいけど入ってこれない人、おばちゃんがいる、でずっと車線変更せずに入ってこれないおばちゃんがいて、いるから、その人がいた時にどうしますかっていう質問をして、でまあその中田っちゃんとの対談やってんけど、道譲りますよねって言った、はいなーっつってちょっとブレスピード緩めて、はい、なりますね、なって、じゃあおばちゃんが急に車線入ってきた後にブレーキ踏んでバーンって当たっちゃったと、はい、おお、その時におばちゃんが何してんのって怒ってきたらどう思うっていう、おお、入れてあげて、うん、うでも入れんかったらよかったなとか、ないねんこいつって思うかもしれへんけど、人に親切をするっていうことは、その親切の後に行もし起こるかもしれないなんか事件というかトラブルも受け止めれる覚悟がないと親切なんてするべきじゃないって言ってた。おー、もし親切をなるほど、ね、した上でトラブルが起こってしまうって、うん、そのトラブルに対して自分が対応できないのであれば、そもそも親切なんてしない方がいいんじゃないかみたいな。なるほどね、うん、じゃあ今回の回転寿司のその男性はあのそもそもそんなことが起こりうる可能性があるんであればもう最初から言うなと。だってそう、怒らないタイプなんやったら怒らんでいいわけ、うん、まあまあそのね4000円ぐらいになったと。でそっからですよ、うん、まだこの男性に非があるのは、はい、そっから逃げるというタイプ。そうね、だからちょっとカッコつけたかっただけでしょ、彼女のために彼女を幸せにしてあげようと思ったわけじゃないじゃないですか、要は。いやでもカッコつけたい男性の気持ちは僕はめっちゃわかるんですよ。いやカッコつけたいのはわかるけど、じゃあカッコつけようと思ってやったら最後までカッコつけ切った方がいい。途中で発射カッコつけやった。途中でカッコつけられへんのになるぐらいなんやったら、もう最初からカッコつけんなよと。ああ、いいじゃないですか。なるほど。なるほどね。それ最後までカッコつき通せよと。うんうん。だってカッコつけんねんで。おお。カッコつける。カッコつ。つかないですわね、その逃げてたらね、うん、その会社を経営するとかじゃないわけやんか、うん、カッコつけるんやから最後までカッコつけたらいいやんかっていう、うん、なるほどなるほど、うん、でまあ4000ぐらいやったらさ、ウーバーイーツでちょっと走ったら稼げるからさ、はい、今やね、多分、5時間かな5時間ぐらいウーバーイーツやったら稼げるわけやし、ああ出した分どっかで取り戻せばいいだけなんちゃうかなと思うけどね。そうか、さあこれでベストアンサーが取れるかどうかですよね。僕はやっぱりあの質問者に寄り添う部分もある程度こう見せといた方がベストアンサーになりやすいんじゃないですか。あ、ベストアンサーを取りに行く話なの今回。いやいやいや、あの来週以降来週以降ベストアンサーを取りに行くっていう企画でもあるわけですから、うん、まあ、今週はちょっとそんなの僕はシャドウ の合わせに行きませんよ、
合わせにはいかない。逆に心が現れましたと。ありがとうございます。そんな叱咤激励をいただいて、目から鱗が落ちましたってなるかもしれないでしょ。なるほど。そっちを狙いましょう。もう答えは出たんですね。じゃあ。まあ、そもそももう、おごるなんて言うな、みたいな。そういうとこですね。最後まで かっこつけようとして最後までできひんやったらすんなと。かっこつけるんやったら最後まで突き通せと。なるほど、なるほど。そう思いますけどね。そういうことですね。はい、いやー、そうですか。じゃあ、この質問に対してのベストアンサーに選ばれた回答というね、まあ、来週以降へ向けて、そういう傾向と対策があるのかというのをね、ちゃんと分かっていただいて、来週ね、勝負に挑んでいただきたいと。もう決まりなんですね、ベストアンサー取りに行くコーナーっていうのは。そうです、そうです、はい、もうこれ進化しましたんでね、来週以降やっぱこうリアルタイムで動いていくっていう方がやっぱいいじゃないですか、はい、そうですね、それはそうだと思います。一つの目標に向かって、はい、で今回のこの悩みに対して選ばもうすでに選ばれている解決済みのベストアンサーはこちらです。はい、はい、遠慮せずに食べる彼女も悪いと思いますが、逃げるのは男としてどうかと思います。結論からすればどっちもどっちだと思いますね。まずは男側から見たらという意見から、自分も男なのでカッコつけようとしているところを見抜いてほしいという気持ちはわかるんですが、男が一度今日の支払いは俺が持つと言った以上、それを破るのはどうかと思いますと、ね、それに逃げるという行為は同じ男として情けないと思います。なぜ何円くらいまではおごるとか言えなかったんでしょうか。また身内話になっちゃうね。もし自分があなたの立場であれば軽く念を押しますと。次に女性からの視点を見ていきましょう。彼女もおごりだからといって遠慮なしに食べるというのを神経を軽く疑いますと。しかし1000円くらいに抑えているって言ったことで、毎回食べたいのに1000円に抑えているなんてかわいそうだな、今日くらいは好きなだけ食べていいよというね、彼女が解釈したのかもしれません。極端な話、みんながみんな同じ常識をわきまえているのであれば戦争は起こらない、殺人も起こりません。育ってきた環境が異なる者同士、常識の程度が違うから恋愛も楽しいし、新たな発見もあって自己の成長につながるのではないでしょうか。これ一番最後の言葉がなんかいいから絶対にこれベストアンサーにしてるね。大人ない。いやでもね、多角的にやっぱり、でも立花さん、勝山さんのお二人の意見も、やっぱりこのベストアンサーにほぼ近い、ね、まあ、概ねね、概ね、うん、言葉のほぼ近い、きつさは違えど、でその要素があって、最後になんか世界平和みたいなところを着地させることがこのベストアンサーにつながってるわけですね。なるほど、だから多いって思わせばいいわけですね。最終的に世界平和につなげればいいってことですか。傾向と対策としてはそうかもしれませんね、世界平和ね、なるほどね。ラブ&ピース、ラブ&ピース、機会があればちょっとラブ&ピースですよ、はい、ね、来週以降このコーナーが続くとすればですよ、はい、その知恵袋のベストアンサーを狙うということになりますんで、ちょっと機会があれば知恵袋のシステムをね、見ていただきたいなと思いますが、もう本当あらゆるもう悩みがぶわーっとこうありまして、その、まあ、大体、知ってます、大体こう期間が設定されていて回答をしていくということなんですが、その回答をしたとアンサーに対して、そのまあ言ったら疑問、悩みをぶちまけている出題者質問者がねから、また
お礼のコメントみたいなのもあるわけですよ。はいはいはい。だからそういうのもね、もう交流できますからね。最終的に、ラジオを聞いてくれと、このツイキャスを聞いてくれと、いうところにつなげて、つなげてもいいかもしれませんね。まあそういう感じで、新しくちょっと試験的にね、すっぽん知恵袋のコーナーをやっていきましたけれども、どうでしょうか、やっていけそうですか。やっていけるんじゃないですか。あ、最終的に投稿するのは武田さんが投稿してくれるんですか。ああ、もうじゃあ私が文章をまとめてアカウントを作ってですね、はい、こうよりベストアンサーに近いものをね。すっぽんラジオのアカウントあったんじゃないかな。おお、すっぽんラジオのアカウント、あ、じゃあそれでもうまさにすっぽんアンダーバーレディオアットマークヤフー .co.jp がありますから。あ、なるほど、これでいけますよ、武田さん。いや、もうなぜ今までやってなかったのかなっていう感じですね。じゃあこのコーナーはね。そうですね、うん、もうアカウントがあるにもかかわらず、だからヤフーでいろいろ掘ってみたら新しいコーナーいろいろ作れるんじゃないですか、うん、なるほど。ヤフーとともに。ヤフーに寄り添うのですか。ヤフオクもあるよ、武田さん。ヤフオク。おお、なんか売るもんあるんですか。わかんないですけど。ああ、すっぽんノベル書籍化っていうね。ああ、え、ヤフオクで。いきなりオークションに行くのかい。ゼロ円だよ。誰も知らないから。うん、ああ、そうか。なるほどね。まあ今回ね、すっぽん知恵袋のコーナーですけど、はい、本来であればこうリスナーさんからの悩みをこう直接いただいて議論するっていうのが、うん、まあ、本筋ではあるんですけれども、うん、まあ、なかなかそういうのも来ないだろうというところもあって、まあ、もうすでに、悩んでいる皆さんの過去の悩みを掘り起こすというところから始めましたけれどもね。はいはい、喧嘩終わってんのにわざわざ喧嘩させるみたいなことですよね、うん、そうですそうです、うん、今までのなんか答え聞いてる人はあまり俺たちに相談したくなくなるじゃん、うん、いや、そうですね、いや、でも寝るわよとか言っちゃいますからね。そうですね。でも今回新たな発展がありました、はい、うん、今悩んでいる人の悩みをもう解決していく、うん、勝手に解決していくっていうね、そう、いう、いいで、ね、で実際ベストアンサーをもらったら結構嬉しくないですか。いや、嬉しいですね。社会貢献、社会貢献ですよ、うん、だからやっぱりね、うん、存在意義みたいなところもありますんで ねこれはまた新たなコーナーできちゃいましたね、うん、いいですね。求められてないところがいい、いいですね、うん、おせっかいですからね、ただのね。そうマジでネタネタに人の相談解決するって、そうですね、うん、いや素晴らしいですね。いや、いい、はい、いい企画ですね、はい、いや広がりが、広がりがあるもの、この放送以外のところにもこう広がっていく、そうなんですよ、やっぱ外のメディアに取り上げられるってことですから ねいわばそういうことです、うん、いいですね。やっぱり外出ていかないと、いや本当にね、うん、僕らは、うん、うん、そういうことなんですよ。ロケ企画も動いてますんで。そう、先週ね、そんな話にもなったんですよ、はい、前回のもうもはやアーカイブを聞いていただきたいんですけれども、はい、まあ、前回私がちょっと遅刻という形で外から中継しながらこうお伝えしたんですけど、もういっそのことなんかね、外に出てロケでもいいんじゃないかみたいなね、出先で食べるってこと。出先で喋りながらこう中継しながら、武田さんがこうカメラ回して僕らが喋るみたいな、あ、そうそう、笠間さんは、ミスターと嬉しいをやるっていう話になってますよね、そう、僕は、ね、藤村さんをやってですね、僕は笠間さんが、僕は大泉さん、はい、大泉洋みたいなポジショニングがちょうどいいんじゃないかっていう話になってますけど、うん、どこに行くとかはまだこれからですか。まあこれからです。うん、まあ京都でしょうね。仙台に行こうっていう話にはなってます。最終的に、最終的には仙台行こうって言ってます。はい、行きましょう。はい、あと30秒ですよ。はい、ということで、はい、新しく始まりましたすっぽん知恵袋、また来週に、そうですね、新しい展開を見ていただきたいなと思っております。来週からは本腰入れてやってくださいね。
はい、はい、ということで、はい、また聞いてやってください、はい、こんばんは、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、良い週末を。